太ももがなかなか細くならない。垂れたお尻がどうしても気になる。お尻の横に出ているこれ何？そういった方におすすめな腹筋方法を紹介していきます。気になるの足とかお尻なんですけど、腹筋するんですか？そうなんです。今回の動画を最後まで見れば、足を細くするために腹筋が大切ということが分かってきます。しかも、その腹筋は変わったやり方で、普通の腹筋をしていてはもったいないっていうことが分かってきます。最後まで一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、足を細くしたい人におすすめな腹筋を紹介していきます。たったの30秒間やっていくだけですので、動画を最後まで見ながら一緒に頑張ってもらえたらと思います。まず、足を細くするためになぜ腹筋っていうところを解説していきます。足が細くなることよりも、なぜ太くなるのかというのをまず考えることがポイントです。足が太くなる人の多くは、腹筋が弱い。その結果、骨盤が前傾してしまって、骨盤が前傾してしまうと、股関節が内旋してしまって、骨盤が広がってしまって、お尻の横がポンと張り出して、スクワットなんかしても、前のももばかり効き、ここに足が細くならない。そこの多くは骨盤の角度が関係しています。腹筋をしっかりして、なおかつ、中殿筋を鍛えることによって、足というのはスクワットしなくても細くなるんです。基本的に中殿筋というのは膝を開いたり足を横に動かしたりするときに使われる筋肉です。通常スクワットは膝を縦に動かしますので大殿筋が主に使われます。そこを使っていては中殿筋はあまり鍛えられないので足を細くするためにはあまりつながりません。そこで今回中殿筋を使いながらなおかつ腹筋をしながら骨盤を立てながら30秒間行っていくので足痩せにはとっておきな方法になるんです。骨盤が立てられることによって縦のラインが綺麗になってきますので前ももの張り出し中殿筋が鍛えられることによって股関節の内旋が防げるのでお尻の横の張り出しというのが収まってきます。気になる方は一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。まず骨盤が前傾しているかどうかわからない方のためにチェックをしていきましょう。おへその下に手のひらを置いてください。この状態で手のひらがまっすぐなら骨盤は正常な位置です。ですが手首の方が前に出てしまっている場合、この場合骨盤がちょっと前傾している形になるので足が細くなりにくいです。で、まず骨盤を立てるっていう動きをするためにキャットバックを5回ほどやっていきましょう。スマホは顔の下に置いて四つん這いの状態で普通は反る、丸めるっていうことを繰り返すんですが今回は丸めるだけです。おへそを上に向ける感じでお尻を締めて腰を丸めます。5回いきましょう。いきます。1、2、お腹を引っ込めて3、おへそをスマホの方に向ける感じです。4、5、OK です。これで次に腹筋をしていきましょう。スマホは持ったまま行えますので、手に持っておいてください。中殿筋を使うために、膝を少し開きます。まず足は肩幅に広げます。この状態で膝をパカッと開きます。足は側面だけが床についている感じです。この状態でお尻を上げて、パカッと開いて、上体をスマホ持ったまま起こしてキープ。この時にただ上体を起こしただけでは骨盤がまだ前傾してしまっているのでおへそを引っ込めて、おへそを引っ込めて自分の顔に向ける感じで体を起こしてキープします。この膝を開いた時にお尻の横、中殿筋が硬くなっている感じがあればうまいことできてます。もし硬くなってない方はもうちょっと足を開いてやってください。これを一緒に30秒間行っていきます。できれば呼吸は9秒吐いて1秒で吸うってことを2回やってください。ぐーっと起きたままふーっと吐き続けて9秒経ったら一瞬で吸う。
もし辛い方は1回ずつ寝てください。寝て起きる、できるだけキープ。寝て起きる、できるだけキープ。それでは一緒に頑張っていきましょう。しっかりおへそを顔に向ける。膝を開いて中臀筋を硬くさせる。上体を起こす。それではいきます。3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9、はい、吸って吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9、吸って吐く。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。今ので骨盤を立てるっていうことと中臀筋を使うっていうことができてます。今の30秒じゃ物足りないよって方は、これはやればやるほどいいです。中臀筋っていうのはあまり日常的に使われてなくて、そこが弱ってくると骨盤が広がってきます。そして腹筋が弱いと骨盤が前傾してしまうので、前傾すると股関節が内旋してお尻の横が張り出してきます。なので腹筋もすごい大切です。足が気になる、お尻の横が気になる、そういった方はスクワットとかよりも、まずなぜ足が太くなっているのか、なぜお尻の横が張り出しているのか、ただ太っているだけでは実はないんです。そこの原因の根本からまず改善していくことをお勧めします。今回のエクササイズはとっても大切なので、動画を見ながら何度もやってください。今回は足を細くするための腹筋でした。勉強だった方、よかったらグッドボタンやコメント、 SNS にシェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.